こちら、アゴロです。今回の話題はこれです。ドン。日本の政府機関 GPIF がビットコインの投資を検討し始めたことからわかる未来の爆上げ。ニュースドン。GPIF が運用多様化へ情報を募ると発表。ビットコインや金など対象。GPIF が投資対象としていない流動性の低い資産に関する情報で、対象は代表的な暗号資産であるビットコインのほか、金、森林、農地などとした。Government Pension Investment Fund GPIF 日本語名称は年金積立金管理運用独立行政法人です。GPIF は厚生労働省所管の独立行政法人で、日本の年金積立金の管理運用をしている政府機関です。つまり GPIF は日本居住者から集めた年金保険料の積立金を管理し、投資で増やしています。運用資産額は225兆円で世界最大の機関投資家です。国民の大切な年金で投資をするとはギャンブル依存症かと思いそうですが、少子高齢化によって年金給付金の財源が不足する事態に備えて、積立金をそのままにせずに運用で増やす努力をしているので、うまくいけば将来世代の年金保険料の負担を軽くできます。チャートダウン。これは GPIF の年金積立金の運用状況です。青い山は累積収益額の推移です。2001年に運用を開始、最初の2年間はマイナスになりましたが、2003年からプラスに転じ、2006年に17兆円まで増えました。リーマンショックで2008年度に2兆円に減少した後増加に転じ、アベノミクス開始直前の2012年度は25兆円。アベノミクスが始まった後増加ペースが速くなり、コロナショック前後の1年間で 1.7 倍の95兆円に爆増させるファインプレーをし、2021年度に100兆円を突破しました。昨年2023年も大きく増加して、第三四半期は132兆円となっています。含み爆益。年間収益率はプラス 3.99%。このように、GPIF は年金積立金を23年間で132兆円増やしたので、今のところ資産運用に成功していると言えます。元本も合わせた運用資産額は224兆7025億円。チェンジ。これは GPIF の運用資産の構成割合です。GPIF が投資する資産の種類は大きく分けて、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式、短期資産の5種類です。一番上の2006年から2013年を見ると、国内債券が多く、全体の 67%、外国債券の 8% と合わせると、全体の 75% が債券なので、最初はリスクの低い運用をしていたことがわかります。また、国内債券の次に多いのが国内株式なので、国内への投資に重点を置いていたこともわかります。2行目の2013年からは、国内債券の割合を 60% に下げ、国内株式と外国株式の割合を同じにしています。3行目の2014年から2019年までは、国内債券の割合を大幅に下げて、35% にしたのと、短期資産の割合をゼロにしています。4行目の2020年から、4つの資産を一律 25% にして現在に至ります。国内債券の割合を下げた理由は、日本国債はイールドカーブコントロールの影響で利回りが低すぎるためだと思います。このように GPIF の運用は、最初は主にリスクの低い国内の資産に投資をしていたのが、徐々にリスクと利回りを上げる構成割合に変更しています。そして最近、
GPIF は運用を多様化するために、今まで投資してなかった金、森林、農地、ビットコインなどの流動性の低い資産への投資を検討するために情報を集め始めました。チャートダウン。これは GPIF が投資しているオルタナティブ資産の時価推移です。オルタナティブ資産は株や債券などの伝統的資産以外の資産のことです。金やビットコインもオルタナティブ資産です。GPIF は2014年にオルタナティブ資産に投資を始めて、2014年度のオルタナティブ資産の保有金額は2億円。年々増えていき、2023年3月は2兆8345億円です。内訳は、インフラが1兆4478億円、不動産が9194億円、未公開株が4673億円となっています。GPIF のオルタナティブ資産の投資上限は、年金積立金の 5% で、2023年12月時点で年金積立金全体に占めるオルタナティブ資産の割合は 1.53% となっているので、上限の 5% までまだ余裕があります。224兆円の 5% は11兆円。そのうち1割をビットコインに投資することにした場合、ビットコインの投資金額は1兆円です。次に GPIF が金やビットコインに投資を検討し始めた理由を考察します。ズバリ、GPIF は数年後のこれを予見している可能性があります。ドン。アメリカでスタグフレーション。スタグフレーションは景気が後退する中インフレが進む現象のことを言います。インフレは物価が上がることを言い換えると通貨の価値が下がることです。チャッタン。灰色の線はアメリカ中央銀行の FRB のバランスシートの規模です。バランスシートの規模の変化を見ることでFRB がどれだけ通貨の流通量を増やしているのかをある程度把握できます。赤い線はバランスシートの年間変化率です。右側を見てください。2022年12月からずっと年間変化率のマイナスが続いていて、今年3月20日に観測史上最大のマイナスであるマイナス 13% を記録しました。このように、FRB はバランスシートをどんどん縮小しているにもかかわらず、株価は絶好調で連日のように最高値更新をしているのと、最近発表された経済指標からインフレが再燃する懸念が生じ始めています。もし今後もインフレの粘着が続き、FRB が利下げできずにずっとバランスシートを縮小させ続けると、いずれハードランディングに移行して景気後退とともに株が暴落し始めることになりますが、インフレの原因が法定通貨の信用低下による資産対比の影響が強い場合、景気後退局面でもインフレが収まらないリスクがあります。そのリスクを GPIF が予見して、スタグフレーションに強い金や森林、農地などのオルタナティブ資産の運用多様化を検討し始めたのだとしたら、コロナショックに次ぐファインプレイになる可能性があります。アメリカで過去にスタグフレーションが発生したのは1970年代です。株はインフレに強い金融商品ですが、景気後退では株の魅力は相対的に下がるので、スタグフレーション下ではオルタナティブ資産の需要が目立ち、金やビットコインの資金流入が高まって価格の追い風になると考えられます。つまり、ビットコインは未来のスタグフレーションでも爆上げする可能性があります。GPIF がビットコインに投資をしたら暗号資産の税制が変更されるのかについては、もともと GPIF の運用収益に税金は課せられておらず、収益はすべて年金給付に充てられるので、GPIF がビットコインに投資をしても税制を変更する直接の理由にはなりませんが、政府機関がビットコインに投資をした事実によって、ビットコインが安全な金融商品であることを日本の政府が認めたことになり、それが税制が見直されるきっかけになるかもしれませんね。以上、日本政府機関 GPIF がビットコインの投資を検討し始めたことからわかる爆上げの可能性でした。
この動画が参考になったら、グッドボタンをお願いします。暗号資産で爆撃するためにチャンネル登録をお願いします。X でも暗号資産の情報発信をしているのでご利用ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。